はい、皆さんこんにちは。今日はですね、撮影機材というかね、三脚を買ったんでね、ただの三脚なんですけど、すごい良かったんでね、その三脚を紹介しようと思います。はい。ラーメンとかね、なんか食べに行った時に、撮影するとき、三脚持ってくんですけど、ちっちゃいタイプのね、今までこれ使ってたんですよ。うん、これ。ね、これ、ここ足もぐにゃぐにゃ曲がります。うん。これ使ってたんですけど、この足の長さが、すごい長いんですよね。結構長いんですよ。それで、新潟はまだいいんですけどね、東京とかのラーメン屋さんとか行くと狭いですよね。もうほんとこんな感じですよね。もうこんな感じのスペースで、お一人様だと食べることが多いんですよ。で、僕東京に以前行った時にすっごい、某ラーメン屋さん、有名ラーメン屋さんが一人の席が狭くて、これ立てるとね、なんていうんですかね、どう言えばわかるかな、もう高い打点からしか取れないんですよね。で、ラーメンの丼の方が全然低いんで、ほんと、こんな角度になるんですけど、そうするとね、で、もっと、こう、ごめんなさいね、縦横を広ければいいんですけど、すごい、これ、マルコさんがラーメンだとすると、もう、これぐらいしかね、下がれないんですよね、マルコさんから。こっちに下がれないんですよ。あんまりも狭くて、カウンター席が。こっち下がれないんで、ほんともうすごいドアップ。もう超ドアップで撮るしかなかったんですよね。うん。なので、今回ね、結局、使えなかったんですけど、撮影禁止だったんで、某ケーキ屋さん行ったんですよ。で、撮影させてもらおうと思ったら、撮影禁止だったんで、撮影できなかったんですけど、ね、それで、この三脚を買ったんですよね。これじゃないですよ。これマルコさんです。三脚じゃないです。マルコさんです。こっちです。マルコさんの隣にあるこれです。はい。ピクシーエボっていうね、これね、いろんな YouTuber の人も使ってる有名なんですかね。僕は知らなかったんですけど、その筋では有名ですね。マルコさんおもちゃと勘違いして、すごい喜んでますね。このマンフロットってとこがね、すごい、この三脚では、まあ、老舗というか、なんていう、わー、お座り。マルコ、これおもちゃじゃないから。おもちゃじゃないからね。食べれないしね。うん。これね、まず、ここなんですよね、ここ。この頭の部分。頭の部分なんですけど、まず最初に長さから、言わせてもらいますね。長さからですね。これ見てもらうと。うん、そう。これね、まあ、微妙だろって言われるかもしれないんですけど、この分、ちっちゃくなるわけですよ。うん。で、なおかつ、ごめんね、これね、もっと伸ばすこともできるんですよ、これ。ここね、こういう感じで、こういう感じで伸ばせんすよ。伸ばす。まあ、これがマックスなのかな。うん。伸ばすこともできるし、ここのボタンをね、横にするとね、ここロックなんですけど、これこっちじゃなくて、こっち左にします。マルコ、おもちゃじゃないから、マルコ、食べれないよ、これ。マルコ、お座り。マル、ここに枕に寝てなさい。マル、寝てなさい。はい、いい子な。はい。これね、こうね、ビローンとなんですよ。なんですかね、こういうことです。すっごい低くなるんですよ。すごい低空飛行できるわけですよ。まあ、ちょっとスペースは取るんですけどね。これぐらい広がっちゃうんでね。うん。で、あとはね、ここです、ここ。これに、これか、スマホとかだった場合、カメラも使えるんですけどね、これね、程よく強いんで、こう、横だけじゃなく、縦撮りもできるんですよね。これだとね、例えばね、一番横で、こんぐらいなんだよな。わかりますかね？これちょっと曲がってんのわかりますか？これが、正面です。ね。横ね、これぐらいなんですよね。うん、斜めですね、微妙にね。うん。で、これだともうほら、真横まで行くんですよ。ということは、スマホとかカメラをこう、縦というかで撮れるんですよね。縦撮りできると何がいいかっていうと、TikToker の人とかいいですよね。TikTok ってこう、縦長じゃないですか。だからね、TikTok とか撮る人ね、すごいいいと思いますよ。うん。で、これ結構ね、触ってもらうとわかるんですけどね、
がっちり作ったんですよね。マルこれ食べれないから。マル、ほら。食べれないよ、マル。食べれない。これがっちり、結構で、僕はこう、なんでもスマホでもなんでもそうですけど、結構ずっしりしてる方が好きなんですよね。あの、重さがあった方が。これ200何グラムだったかな。230グラムだったか、280グラムだったか、そんななんですけど、結構重量あるんですよね。なんかしっかり持ってる感もあって、安心感もあるんでね、僕これは好きです。うん。なのでね、TikTok とかこう、例えば僕が今マルコさん撮ってるとすると、ここにね、ここにカメラついてたとして、すごい TikTok とかも撮れるんですよね。うん。なので、これはいいですね。いいですねって単純ですけど、これすごい軽いんですよね。まあ軽いのが悪いわけじゃないんですけど、これだと TikTok とか撮るときだとね、こういう感じでやんないといけないんで、まあこっちの方がちょっと楽ですよね。縦の方がね、縦持ちの方がね、こうね。うん。というのもあります。まあちっちゃいところですけどね。うん、なので、TikTok とかやる人にもね、これおすすめです。で、値段はもう忘れましたけど、安かったです。3000円ぐらいだったよ。3000円しなかったような気がします。3000円したかな ?3000 円だったかな。ちょっと、後で、ちょっと調べて、テロップ入れときますけど。4000円は絶対してないですね。3400円ぐらいだったかな。2800円ぐらいだったような気がしますけど、はい。で、こんな感じですね。普通のカメラもつけれます。スマホだけじゃなく。はい。そして、こんな感じで、ビロン、2.5 キロ。あ、マックスね。重量マックス 2.5 キロだそうです。うん。で、20センチまで伸びるんですね。うん。7.88 インチ。うん、20センチ。高さ20センチなんですね。まあ、これよりは短いんですけど、うん。逆に狭いところでは、僕がね、東京のラーメン屋さんで陥ったように、長すぎて狭いと撮影しにくいんでね、そういうところではこれが活躍すると思います。うん、うん、うん。はい、あと特になんかが、これね、うん。あ、アルミニウムボールヘッド。ここですね、こうボールヘッド。うん。これが回るから、ね、TikTok とか縦撮り撮りやすいよと。うん。ね、ということですね、はい、はい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 、これはここいじると、ビローンとすごい低くなるよってこと書いてあるんですね。はい、あ、絵でもいろいろ書いてあるね。あ、カメラこうやってつけるよとか、うん、ここ曲がるよとか、あ、ロックもあるのか、ロック、あ、これね、ここね、ここで締めるとこれが、あ、しっかり止まると、うんうんうんはい。こういうね、TikTok 撮る人は縦撮りできますよってことですね。うん。はい。はい。はい。こんな感じですね。はい。ということで、これね、買ってよかったなとちょっと思ったんで、はい。今、紹介させてもらいましたけど、はい。これ出てる。絵で全部出てますね。絵で全部出てるね。はい。これ平らになるよと。ね。こういうカメラも使えますよと。いうことですね。はい。はい。はい。ということで、YouTube 始めたばかりの人とかね、これおすすめです。マンフロットっていうね、メーカーの、ピクシーエボですね。ミニトライポッドエボリューション。うん。ちっちゃい三脚の革命ってことですかね。はい。これでもね、ほんとね、すごい売れてるみたいです。うん。ほんと革命ですよね。っていうぐらい売れてるみたいです。でね、細かいところなんですけど、余談ですが、僕こうなってて、ここに、イタリアって書いてあったんで、お、すげえなと思ったんですけど、なんかイタリアってなんかこれね、これデザインって書いてあるんですよね。イタリアの人がデザインしたのかなんかなんですよね。で、どこだったかな。ね、あ、あったあったあった。ここに、でも、メイドインチャイナって書いてありましたからね。ちょっとがっかりしましたけど。はい。まあ大体どこもね、チャイナ製が多いですからね。はい。はい。ということで、ピクシーエボ、トライポッド三脚の紹介でした。はい、ヨガ、はい。